ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、先週、シャオミから発表された新型フラッグシップスマホ、Mi 8をご紹介します。まずはじめに、スペックを紹介すると、次の通りになります。なお、Mi 8は、通常版の Mi 8のほか、上位版の Explorer Edition も存在します。通常版の Mi 8の方のスペックですが、CPU が Snapdragon 845、RAM は 6GB で、ROM は64、または128、または256GB。ディスプレイは 6.21 インチで、解像度は 2248×1080。このディスプレイは、上部にノッチがついたディスプレイで、UGL ディスプレイとなります。カメラは背面のアウトカメラが1200万画素と1200万画素のデュアルレンズカメラ。レンズの構成としては、標準レンズとズームレンズになります。前面のインカメラは2000万画素のシングルレンズ。バッテリーは 3400mAh で、OS は Android 8.1。そして価格は4万6000円から5万6000円程度になります。基本スペックが高いというところも特徴の一つではあるんですが、それ以外にも、デュアルバンドの GPS に対応しているという特徴があります。一般的なスマートフォンが搭載している GPS というのは、測定誤差が300メートル程度あるんですが、この Xiaomi Mi 8が搭載している GPS は、それに加え L5 というGPS も同時に搭載されています。そのため、一般的なスマートフォンの10倍の精度が得られます。なお、この方式の GPS をスマホに搭載したのは、Xiaomi が世界初となります。そして、上位モデルとなる Mi 8 Explorer Edition ですが、スペック的には共通している部分が多いんですが、RAM が 8GB になって、ROM については 128GB だけになります。また、バッテリー容量は 3000mAh に少し容量が減ってしまいます。価格については、RAM 容量が増えたり、また、後ほどご紹介しますが、いくつかの新機能が搭載されてはいるんですが、日本円にして6万5000円程度と、かなり低価格なモデルになっています。では、この Explorer Edition の特徴的な機能ですが、まず基本的な機能は Mi 8と共通です。ただし、この Explorer Edition については、iPhone X のような顔を 3D で捉えての顔認証が搭載されている上、指紋センサーについては、ディスプレイに埋め込み式となっています。また、外見上、Mi 8と大きく異なるのは背面のデザインで、Explorer Edition はスケルトンボディになっています。ですので、内部に搭載された CPU の Snapdragon 845などが透けて見えます。ということで、今回は Xiaomi の新型フラグシップ Mi 8、それから上位モデルの Explorer Edition をご紹介しました。これまでの Xiaomi のフラグシップモデルは、ハイスペックな CPU を搭載して、デザインは有名メーカーのデザインを模倣したような製品が多かったんですが、今回の Mi 8についてはそれだけではなくて、世界初となる高精度な GPS のほか、iPhone X のような精度の高い顔認証、それからディスプレイ埋め込み式の指紋センサーなど、たくさんの新技術を取り入れた端末になっています。それについて価格は5万円前後ですので、現在日本で販売されているスマホと比較すると、圧倒的なコストパフォーマンスの高さも特徴となっています。日本での発売がどうなるかということですが、現在、Xiaomiは日本向けに正式にスマートフォンを販売していませんので、日本モデルが販売されることはないと思います。ただし、通販サイトなどを利用して、Xiaomiのスマートフォンを買うことはできますので、興味のある方はそういった並行輸入品を購入することになります。今後も Xiaomiから新製品の情報がありましたら、また別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。